切り払いなくてもこれ突破できちゃう。ああできた。めっちゃ全然見えなかったけど、なんかよーく目殺したら見えたからいけたわ。あ、この人遺跡の前に宇宙人みたいなのがおる。あそこには何もないのにそれには腹を立てて爆弾を使うと言っておる。やばすぎる。ギタンギタンにしてやるのに、ギタンギタンにしてやろう。下っ端じゃねえかよ。こんなしみったれた町、しみったれたって聞かねえな。銀河爆弾で吹き飛ばす。いいよ、黙らせてやる。宇宙に逆らうやったな。これ中に赤木とかいるんだっけ。帰ってやるぜ。帰ってったな、普通に。あら、おばあちゃん。お、助かったよ。それにしても強いトレーナーだ。この神崎タウン長老としてお礼を言うよ。おや、そのお守りはちょいと見せてくれるかい。何、孫の白名に届けるよう頼まれたのか。ええー。天竜人だ。神葉地方を作ったと言われる神様に捧げていたもの。へえ、どういうこと。遺跡の中見ていかんかね。いいよ。わあ、遺跡だ。何があんの。野生とか出てこないよね。一気に肉は大昔の壁画を見つめた。なんかユクシーだよね、一番上。ユクシーだけなんか残念だな。右アグノムだと思うんだけど、三角形に並んだ3つの何か、そして中央に光るもの、何のことだろう。その壁画、そこには神がいた。へえ。アルセウス、違うかな。違うか。そうじゃ、いいものを見つけたんだよ。これを持っておゆき。何これ、あの切り払いだったら殴るよ。波乗りかい。まあ、今言われたからね。あ、出待ちされてる。どうもくだらない争いがあったようだ。もっと世界を見渡して大きなレベルで物事を見るべきだ。あ、なんだっけ、なんかなんか赤木の声真似してなかったっけ。そう、宇宙のような大きさで。あ、終わっちゃった。くだらない争いをなくし理想の世界を作るための力を探している。あ、待って、喉が。が、ここにはなさそうだ。君は天眼山であったね。何か伝説にまつわる力を見つけたら教えてほしい。古事記か、お前。それが新しい世界を生み出すのに必要だからね。笑ってたね、赤木さん。今危なかった。喉が悲鳴を上げてた。よーし、よすがに帰ってきた。お、おー、スミレナチャンピオン。ちゃんと言ってくれた。まあ、ミカルゲで、ボコボコルートかな、これは。あ、そっか、クイズか。問題、3たす5たす7はいくつ ?15。ここか。ああ、じゃあこれはプラチナと一緒なんだね。へえ、正解です。おめでとうございます。こんだけ?トレーナー出てこないのかな?まあ、戦わないんだったら別にいいけど。あ、違う。プラチナ違う。あれだ。プラチナは、なんか迷路みたいな、暗闇迷路みたいのを渡っていくやつ。で、なんで数学なの?マジ一人とも戦わなかった。おはおおほほほ。声でけえ。お待ちしておりました。あたしこの国に来ていっぱい勉強しました。この町コンテストします。だからあたしこんな格好。ポケモンのことも勉強した。そしたらジムリーダーになりました。だからあなたチャレンジしなさい。あたし勝ってみせます。それがジムリーダー。いいね。フアライドのさ、口がついてるよね。あのバッテン。違うっけ?フアライド出てきた。フアライドだったら、ほら、一緒。レアコイル投げたいな。おんみょーん。レアコイル投げるか。なんか小さくなる積まれる。積まれたら、あ、レベル高い。10万でワンパンできると思うんだよな。まだミカルギャー使いたくない。ちょっと考えて戦おっか。力を吸い取る。よかった。いい技持ってんね。まあ、レアコイルは別に攻撃取得値高くないから大丈夫。たたり目も大丈夫。あー、30か。まあまあだね。あ、オッケー、ワンパン取れた。まあ、レアコイル特攻取得値めっちゃ高いから、多分実数値130くらいあるんじゃない?今。ゲンガーは、さすがに、ミカルゲー置いて、不意打ちで上から倒したいんだよな。ダメージ食らいたくない。マジカルシャインとか使うから、ゲンガー。フェアリーだけ、あれなんだよ、抜群取られちゃうんだよ、ミカルゲー。不意打ちで。ちょ、頼むよ。あ?悪タイプ半減味?ずる。
あーでも角位置取れて、あまずくね、まずくね、マジ飛車だよね。ちょっと耐えるこれ。あー耐えるけどまずいか、マジ飛車って。ここそしたらお茶王に引いて鋼だから半減だよね。毒も効かないからゴースト技打ってくる。どうしよっか、普通に塩水でいいか。体力半分切ってないんだよな、それがちょっとやだな。塩水で。怪しい光、たたり目とか持ってたらめんどくさいな。動け動け動け、これ動いたらめっちゃでかい。あダメか。いや持ち物ちゃんと持たせときゃよかった。いや初めて苦戦してる。普通に塩水でいい。シャドウクロウ、まあ大丈夫でしょう。攻撃種族値そうだよね、低いから。エンペルト耐久あるし。あーどうしたどうしたエンペルト。頑張れ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 。まあこれは耐える。急所当たんなきゃ大丈夫。いやー混乱解けないか。動いて動いて動いて。あーオッケ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 ー。めっちゃ不安になった今。よし、まあゲンが神耐久で助かった。最後ムーマージか。ムーマージはでもゴースト封じればいいんじゃないの。ムクホーク投げるか。あら最後の一匹だわ。あとエスパー技か。順当に行くと悪の波動とかも打ってきそうけど、上から空を飛ぶ打てばいいと思ってるから空を飛ぶで。レベルの差はわずか1、相手の方が早い。ムーマジ素早さ種族値110だっけ。いや混乱めっちゃだるい。2回抽選入るからな。空を飛ぶで、空を飛んだ後も抽選が入る。マジシャかやっぱ。ゲンガー投げらんねえな。いやーマジか、自滅か、めんどくさい。もう一回空を飛ぶ。マジシャ避けた、溶けたえら耐久まあまああるからな。そうなんだよな。でももう一回やるか、頑張りましょう。オッケー当たっていく。急所急所急所、あーダメか。急所か、ランス、ランス落ちないか。空を飛ぶ当たる。オッケーオッケーオッケー。まあ自利品でしょ相手。いけ、よーし勝ち。いや結構危なかったな。まあでもバジルがいたから大丈夫だったかな。いや強いね、ここまで来ると。あなた最高に強いです。あたし負けたの分かります。あたしびっくりです。あなたも、あなたのポケモンもとても強い。その強さを称え、このジムバッジ渡します。5個目、なんだろう、レリックバッジ。ネーミングセンスいいね。いやそのさ、ステンドガラス欲しいな。あ波乗り使えるんだ。技マシンもらっちゃった。技マシンなんだろう、シャドボとか。いやそんな強い技ね渡してこないんだよ。中途半端に強い技を渡してくんだよ。シャドクロね、うん、はいどうも皆さんこんにちは、ニクと申します。前回ヨスガジム倒して、でヨスガとあれか、ノモセも倒したか。次どこ行くんだ、ミオシティかな。あミオシティへ行こうって書いてあるか。じゃあ行っちゃうか。タウンマップから行けるかな。あ行ける行けるわ。タウンマップから空を飛ぶで。そうだね、ことぶきシティから左に波乗りしていくとミオシティあるので。そういえば GM ステーションってどうなってんだろう。あーダメなのもしかして。全クリ後、申し訳ございません。あー全クリ後とかかな。あマーキングマップもしかして、もしかして俺の釣り竿くれた、いい釣り竿あるのに。まあ、ギャラドスとか欲しい人は使えってことかな。初波乗り、エンペルトもしかして。あビーダルか、エンペルトがよかったな。そういえばあれか、エンペルトに波乗り覚えさせようか。あーよく考えたんだけど、トンボ欲しいよな。威嚇回したいんだよね。え何がいらない、なんかいらないのないじゃん。だって石化、石化がまあかろうじていらないかもしれないぐらいだから。あーでもトンボ欲しいよな。ちょこれ考えなきゃいけないな。バジルにもう一回ボルチェン覚えさせるもあり。そういえばね、地下でねちょっと遊んでたらね、あのハートの鱗1個だけ出てきた。やっと1個。ここの道路めっちゃ短くていいな。あフラワーシール、何何も話聞いてなかったわ。ロックンロール。
いや、トレーナーさすがに強くなってきたな。31だった今、ルクシオが。まあ今こっち一番高いのが39だったんだけど、これ次のライバル戦もしかしたら苦戦するかもしれない。あれでもさ、ちょっとどいて。エンペルトじゃない。なんだっけ、前回さ、ライバルムックルだったよね。あれ次のライバル戦でムクホークじゃなかったっけ？違うのかな？なんか間違えてる？あとね、なんか実況しようと思ってるゲームが1個だけ増えて、まあまだ言わないんだけど、ソシャゲってみんな興味あるかな？僕ずっとやってるソシャゲが1個だけあって、それをね、ちょっとやろうかなって思ってて。この人フローゼル使いじゃなかったっけ？ちょっと覚えてる。おお、5匹かよ。こっちより多いな。あ、コイキングだった。今作のコイキング弱体化されたの知ってます？あのね、メインウェポンであるハイドロポンプを覚えなくなったんだよ。マジでかわいそう。世界一弱いポケモンなのに。あとね、あの、進化の軌跡が確かこのゲームないから、ポリゴン2がね、なんか死んでるんだよね。使わないからいいけど。よし、218番道路すぐ終わったな。いや、ミオシティは、ん？パパもしかして、光パパ？ニク君お久しぶりです。ああ、うん、そうだよ。光パパだね。ポケモン図鑑パワーアップするためなんとなくここで待っていたのです。そんなにバージョンアップするあれあった？オスメスの姿を切り替えて見られますね。ん？どういうこと？アップデートしたの今。北ミオシティはね、雰囲気一番好き。あ、違う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 。看板見させて。いいね。ワンピースのウォーターランド。なんだっけ。覚えてねえ。ウォーターセブンか。あそこみたい。これ確かこのまま進むとライバルにドーンって言われて勝負になっちゃうから必ずここで回復を挟む。あ、忘れじいさんか。技忘れ。そうだよ、昔は技忘れも思い出しもポケモンセンターじゃできなかったんだよ。ほら来た。あ、そっちから来るんだ。おっと、ニクかよ。この先のポケモンジムに挑戦するつもりだな。じゃあ俺が挑戦できるか確かめてやるよ。ついさっきジムバッジをもらった。へえ、やるじゃん。鋼ジムだっけな、あそこは。あー、ムクバードなんだ、やっぱ。記憶違いか。なんか朝だから、ちょっと声がおかしいな。よし、ワンパーン。まあ、こっちはタイプ相性を考えてパーティー組んでるからね。ヘラクロス、いいポケモン持ってるね。まあ、ポケモンの差が、つきすぎてるかな。攻撃が半分になって言ったんだけど、なんか他の人の動画見てる限りすごい派手。ああ、耐えた。よーし。まあ土台と線になってから来てくださいよ。また相変わらず俺より少しだけ強いな。なんか悟空とベジータみたいな感じだな。悪夢にうなされてる少年がいるところか。あ、違う違う、ミオシティあれだ、なんか引っかかったなって思ったらあれだ、ルカリを仲間にできる。鋼鉄島行こう。そう、この鋼鉄島ってところである少年がいて、その少年と一緒に旅しようぜって言われて、で旅の終わりにこの卵あげるよって言われてもらえるのがリオルの卵。あー、いた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 、このかっこいい人。あー、やべ。そう、ニクというのか。私はゲン。ゲンか。いつもここで修行する物好きなトレーナーだよ。よかったら一緒に行こう。何やらポケモンが騒がしい。あー、強制なんだ。めっちゃかっこいいよね、この人の服装とか。あ、ポケモンが傷ついたら私が回復してあげるよ。ありがとう。あー、そういえば銀河団いるんだ。なるほど、君たちがポケモンが騒ぐ理由か。この鉱山にどんな理由でも騒ぎを持ち込んでほしくないな。かっこいい。なんかゲンって名前はあんまり合わない。ヨーブラザー。ヨーブラザー。なんで銀河団こんなとこにいたんだろう。お前ら二人、そしてポケモンと相棒帰ろうぜ。だな、ブラザー。ヨーブラザー、ダウンしちまった。
ほし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 ルカリオルカリオ。じゃあまた会おう。気をつけて帰るんだよ。ありがとうゲン。あ、近い。いや近いってレベルじゃねえだろこれ。はい、ではこっからルカリオの卵が帰るまで廃人ロード往復しよう。なんか効率悪くね。昔だったらこれ、昔だったらあの往復の方がいいと思うけど、今これの方が早くねえか。めっちゃ溜まってくこれアナログスティック早く倒せば倒すほど右上のカウンターがすごいことになってる。これめっちゃ楽しいわ。あら、6055歩達成したところで、おや、結構早かったな。8000とかそれぐらいかと思ってたから、まあ、正確に言うと6100歩ぐらいかな。ちょっと歩いちゃったから。うっし、あ、わ、いいね。いやー、こっから夏気度上げるのとレベル上げがちょっと大変かな。リオルどうしよう、名前ちょっとありきたりで申し訳ないんだけど、なんかそんな変な名前つけたくないから勇者にしました。トバリシティに来ました。なんでかっていうと、あのリオルの夏気度を上げてくれる人が確かここにいたんで、この人かな、確かね、マッサージしてくれるんだよね。あなたじゃないわ、あなたじゃないわよ、あなたのポケモンちゃん。そうだね、マッサージして。どの子がいいかな、リオルで。まだ夏気度ゼロなんで、うちの子。夏気度上げる方法その2。ために貯めてた、あれを使います。そう、これ。栄養ドリンク。ポイントアップとか、マックスアップとか。ポイントアップはちょっと違うかな。マックスアップとか全部使います。あ、いた。夏気度上げる方法その3。ポケモン屋敷の左から2番目の部屋にいるメイドさんに話しかけると安らぎの鈴が手に入るので、それをつけてあげる。夏気度を上げる方法その3かな。木の実をあげる。持ってるかな。あ、そう、マトマの実とか。あ、ほら、ポケモンにあげるととても仲良くなりさがなりなりやすくなるがって系のものをあげるんだけど、マトマの実しかなかった。で、その4がポフィンを一緒に作る。ポフィンを一緒に作って食べさせてあげる。で、一番効率いいのは、触れ合い広場で、なんか6匹釣れた状態で、一緒に作るといいらしい、ポフィンは。あ、間違えた、向こう奥にあげちゃった。美味しいか。なんか正面から 見る向こう奥。あ、嫌そうに食べた。ごめんね、マジで。あ、もうこれ以上食べないみたいだって。あー、そっか、さすがにあれか。お腹いっぱいになるか。じゃあ、ここら辺で夏気度チェックしてみよっか。